指揮者がこうトントントンと歩いて指揮台に上り、演奏が始まる瞬間ってすごく静か、音のない音っていうか、なんか今でもなんか鳥肌が立つ感じ、あの感覚が出せるとすごく嬉しいなって思うんですね。スピーカーを机に置いてもらって、音源としてウォークマンなり PC なりを用意してもらえれば最高の音楽が楽しめる。スピーカーってやっぱある程度距離離れて聞くことを想定しているので、ニアフィールドに適しているもの、近くで聞いて最高になるように技術を盛り込んで作ろう。同軸精度と時間軸精度を追い込むことで完全な低音源化を実現して、それによって非常にフォーカス感の高い音を得ることができました。工場での組み立て作業にも最善の注意を払って同軸精度を合わせていく。今回 FPGA を採用しています。で、この FPGA はいろんな頭脳としてこの商品に関与しているんですけども、その一つが時間軸の制御になります。ちょうどウーハーから出た音がツイーターに届いた瞬間にツイーターから発音する。物理的な位置と時間的な位置を完全に合わせると。鼓っていうシステムを使って、前側後ろ側っていう2つのウーハーがあって、2つの意味合いがあって、振動キャンセルと音動によって音を後ろには放出しない、横に放出する。これによってすごく大きなステージ感っていうのを完全に展開できる。音楽性豊かなメインツイーターの大きなツイーターと、指向性が良くて広域まで伸びるアシストツイーターを複合させることで広い音場を作る。物理的な位置をほぼピンポイントで決めていかないとできない。コンピューター解析を得意としている部署とかもあって、そこの協力を得ることができたので、アイアレっていうシステムができたと思うんですね。デジタルアンプで 100kHz 再生するのって実はすごく大変なんですね。従来の MOSFET では到達できない領域、これを実現するためにGANという新しいデバイスを今回採用しています。すごい音楽に近いところに自分が行って、目の前で歌っているアーティストもしかしたらこう触れるんじゃないのって思うぐらい、リアルに登場してくれるので、今までのそのオーディオ体験とは違うこの世界観っていうのは味わってもらいたいですね。